ドキドキしてきた。彼女こそ私のエリスなのだろうか。ここには語る鬼の中で禁断の機関に手を加えて汚れる無能な神にでもなったつもりなの。Love is sent to the earth. 崩壊。それは孕み続けた季節。2月の雪の日、ソロルの夢。我々を楽園へ導ける箱舟は、哀れなる魂を大地から解き放つ。救いを求めるあなたに悪を与えよう。それは結構受けて銀色にきらめいた。思い出まで裏切った冷たい言葉の雨。幸せだった二人とはに届かなくなる前に、ねえなぜ変わってしまったの。あんなにも愛し合っていたのに、涙を笑みに変え詰め寄るナイフを握って、愛想の楽園へ帰りましょう、お兄様。因果、それは手繰り寄せた意図。6月の雨の日、プラーテルの夢。信じてたその人に裏切られた少女。逃げ込んだ楽園は信仰という、狂気新しい世界へと羽ばたける自己暗示。澄み渡る覚醒は信仰という狂気。最後の時に巡った歪な愛の記憶、脆弱な心が耐えきれず、あの日嘘をついた。ミスればミスるほど落ちる、許されぬ思いに焼かれながら、まぐわぬ傷は深く甘く破滅へ誘う背徳の愛。さあ楽園へ帰りましょう、お兄様。被遣隊1096、通称ソロル。同じく被遣隊1076、通称フラーテルを殺害。ケースナンバー12、過剰投影型依存における袋小路のモデル、すなわちアーク。鍵楽園を追われてゆく同じ
ましょう。 Love is into the air。 お茶は天を仰ぎ深いため息をつく。失ったはずの場所が虚しくうずいた。ふと彼がモニターの向こうへ視線を戻すと、ああいつの間にか少女の背後には仮面の男が立っていた。バルクです。彼女こそ私のエリスなのだろうか。ふざけてないからね、マジで。こういう感じだから。主よ、私は人を殺めました。私はこの手で大切な人を殺めました。思えば私は幼い自分よりひどく臆病な性格でした。他人というものが私にはなんだかとても恐ろしく思えたのです。私が認識している世界と他人が認識している世界、私が感じている感覚と他人が感じている感覚、違うということは私にとって耐え難い恐怖でした。それがいずれ拒絶につながるということを無意識のうちに知っていたからです。楽しそうな会話の輪にさえ加わることは恐ろしく思えました。私には分からなかったのです。他人に合わせるための笑い方が、いっそ空気になれたら素敵なのにといつも口を閉ざしていました。そんな私に初めて声をかけてくれたのが彼女だったのです。美しい人でした。優しい人でした。月のような柔らかな微笑みが印象的な人でした。最初こそ戸惑いはしましたが、私はすぐに彼女が好きになりました。私は彼女との長い交わりの中から多くを学びました。違うということは個性であり、他人という存在を認めるということ、大切なのは同一であることではなく、お互いを理解し合うことなのだと。しかしある一点において私と彼女は違いすぎていたのです。苦しい愛欲の炎が身を焼く苦しみを知りました。もう自分ではどうすることもできないほど私は彼女を愛してしまっていたのです。私は勇気を振り絞り、思いのすべてを告白しました。しかし私の思いは彼女に拒絶されてしまいました。その時の彼女の言葉はとても悲しいものでした。その決定的な違いは到底分かり合えないと知りました。そこから先の記憶は不思議の客観的なものでした。泣きながら逃げていく彼女を私が追いかけていきました。持ち出会うように石畳を転がるバロックの乙女たち、愛を呪いながら石段を転がり落ちて行きました。このいびつな心は、このいびつな貝殻は、私の赤い心情歪んでいるのでしょうか。誰も許しが欲しくて告白しているわけではないのです。この罪こそ私と彼女をつなぐ絆なのですから、この絆だけは神にさえも許させはしない。ならば私が許そう。激しい雷鳴、浮かび上がる人影、いつの間にか祭壇の奥には仮面の男が立っていた。申し訳ないんですけど、これで終わりです。